注文住宅がメインなんですけど、あとホテル事業とか森事業とか、あと別会社では木材屋さんもやってますし、それとあとはガーデニング事業部に風の森カンパニーという会社もまた別事業で持ってるんで、ここが一つまとめた浜松グループになってます。自分が今一番大事にしてることはお客さんの感動なんで、暮らしっていう部分をやっぱ落とし込んでいくと、ただ家だけじゃやっぱダメだと思うんですね。総合的にできなきゃダメなんですね。やっぱりそういうお客さん目線を考えながらですね、でも自分たちの思ったことを徹底して伝えなさいと。足し算ばかりしてたらいいものってできないですよね。まあこれまでは営業が窓口になって、僕の後ろに設計のコーディネーターと現場監督がいるような形で、私しかお客様とこう対面をしてなかったんですね。営業がお客様と打ち合わせした内容っていうのをこう一人で抱え込んでしまうと、回答に時間を待たせることもやっぱありましたね。お客様に説明する際には、まあ、これから契約させていただいた後が大事ですと。で、資料の共有について見返すことも多々あると思いますので、同じアカウントで、共有させていただきたいということで LINE ワークスをお客様に登録して解説してもらってます。LINE ワークスを導入してからはお客様のお役立てできているっていう LINE ワークスを使って、スタッフのこう成長とお客様のこう感謝の温度感を感じることができたっていうのが導入してこうより良くなったなっていうところを感じますね。アドバイスができたり、工事から見るといやできるよっていう部分があるので、そういう、まあ、フォローの試合にもつながってお客様満足度の質が上がったと。やはり今まではですね、4回ぐらいしかお客様と実際会って打ち合わせをするっていうのはなかったんですけど、今 LINE ワークスを使うことによってお客様が本当にお願いしたいっていう声を聞きながらするので、直接ありがとうを聞けますので、やりがいを感じるようにはなりましたね。階段を2段設けて上に上がれるように施工する予定になります。 LINE ワークスだとすぐ返答ができるっていう部分では安心感を与えられてると思うので、良くなってきてるなっていうのは感じます。一番嬉しいのは、あ、イメージが伝わりましたとか、あ、分かりやすかったですって言われるのが、まあ、直にあるのでやりがいにもつながるんですけど、難しいことを言われるほどいろいろ考えて、どうしたら満足してもらえるかっていうのを考えるのが楽しいので、そういうのを聞きやすいツールだなっていうのはあります。その家のことで決めていくにあたっていろいろ問題点だったり出てくるので、その都度 LINE ワークスを使って文字で残るので、後で見返したりとかもできるので、すごく良かったと思います。自分なんか特に夜遅くて仕事してて、自分の都合のいい時に見て返して、次の日にやっぱ川島さんも返してくれるのが一番いいですね。力を入れた方が定型よりもフットワークの軽さと速さが僕は重要度が勝ると思ってます。直感的に速いですし、履歴も残る。文章を長々書かなくても、ちょっとしたこうアクションとかお客様の表情が文字とかスタンプとかで分かりますので、一生付き合うためのツールとして僕はふさわしいと思いました。 LINE ワークスを通じて回答してくれてる時に、川島さんがなんか隣にいるような気がしましたってこの前ちょうど言ってくださったんですよね。そういうパートナーでありたい、それが体現ができてるのがこの LINE ワークスのやり取りなのかなと思います。はい、だから結局ね、営業とここだけ、お客さんだけやったらやっぱ意味ないんですよ。分かりやすくて早くて、私は一番言ってるのは見える化なんで、何かがちょっと足らんだけで伝わらないとか、それは相手で気づくんですよ。熱心な社員、やっぱそういう風な人作りをですねしていきながら、お客さんと向き合わせて住宅作りをやっていくということと、もっともっとお客さんにおもてなしのですね勉強したいなっていうことに着眼を置いて今頑張ってます。